こんにちは、心理カウンセラーの高森です。双極性障害っていうのは、非常に高いテンションと低すぎるテンションっていうのが交互に来る、そういった症状になるんですけども、この発症の時期っていうのがどちらから始まるっていうのは、これは半々ぐらいっていうふうに言われています。そう状態から始まるっていうことであれば、これは双極性障害っていうことの判別がしやすいんですね。ところが、うつから始まってそうになるっていう方の場合は、うつの時期っていうところで受診しますと、うつ病と見分けがつかないっていうことですね。そして後になって気分が非常に上がる時期があるということで、どうやら双極性障害らしいっていうことが分かってくるっていう展開になりやすいですね。ですから、始まりにおいてそうっていうことであればまだ対応しやすい。でも、うつから始まる場合にはうつ病かもしれないし、後々そうも出てくるかもしれないっていう、この2つの可能性を考慮していくっていうことが大切になってくるかと思います。以上、お参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。